はい、どうも、チャンネル翔平でーす。今日は向こうとの試合をお届けします。自分は1イニングだけだったんですけど、投げてきました。で、今日はちょっと一緒にアフレコ担当してくれてます。ひらやんでーす。ひらやんでーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。ひらやんとはね、向こうで一緒なんですけど、今日この対戦で、最初に対戦したのがひらやんです。そうだね。そうっすね。3回目の対戦かな。そうですね。前回はデッドボールと見逃し三振だった。はい、はいはいはい。果たして今日は。どうなんですかね。どのような結果だ。そうです。ちょっとドキドキしながら。ね、腰も治ってね、すごい調子良さそうな球が来るね。そうだっけ。そんな見た感じ、腕振ってる感じしないです。さあ、始まりました。第1球目。これが微妙にボールで外れるんですよ。ちょっと外に外れてた。そしてこれはちょっと中入れて、これちょっと甘かったんだよね。はい、手出せなかったので、はい、これはワンワンとなりまして、いやー、インコーススライダーサインは合ってたんですけど、キャッチャーが初めてだったのもとりあえず初めてなんだ。初めてです。4球目ですね。これは、はい、ちょっと高いですね。うん、ちょっと高いです。高かったかな。ちょっと高いです。振り遅れてます。はい、はい、最後、はい、これスリーツーからね、ソボールを振っちゃいましたね。はい、三振です。やっぱキレのあるピッチャー、あそこ手出ちゃうんですね。そうなんですね。調子がいいってことじゃないですか。そうですね。はい、次は青木くんです。来年から独立リーグ群馬ダイヤモンドペガサス入団する予定の選手です。ランニングホームラン、初心もとても癖が強い石丸くんです。ポケットウィズという YouTuber やってます。あいつ高校生、高校3年生ですね。絵からぶりです。はい、2球目。2球目をからぶり。でこのまま3球目終わらせてやろうという気で、3球勝負、3球勝負でパッパッと当てられました。はい、当てられました。そう簡単にはいかず、4球目もう同じ球、空振りでアウトコース。対席3人目、東海大出身の力んでね、これ右バッターなら多分当たってます。はい、フォームがいいんでね、バッティングフォームがいいんで、めっちゃ打ちそうです。そうだね、打席でも落ち着いてるからね。そうです、今の人低かったかなって思うんですけどね。今のはギリギリ、多分ギリギリ入ってるんですよね。自信が癖がある。これでギリギリのファール、大ファールになりました。よく崩しながらちょっとライトが入ってったよ。そうなんですよ。あれ多分俺ストレートちょっと抜いてるんですよ。うん、結構キャッチャーの子はね、指気にしてるんですよ。指やったんじゃねえかな、ミットの方ね、心配でした。はい、このファール、真後ろにファールやったのも合ってんなと思って、もう抜く球やめようと思って、どうなる。さあ、次
次で締めてやるか。ボールなのかストライクなのか。疑惑の判定だよこれ。そう、疑惑の判定。バッターもびっくりするっていう。これ最後っすね。最後タッチだそれ。すごいね。